日本の芸術家。秋田県片上市出身。秋田県立秋田南高等学校、東北福祉大学卒業。日本のアーティスト。映像作品や音楽、絵画など、秋田県を拠点に作品を作り続けている。家庭用のハンディカメラや、段ボール、新聞紙、クレヨンなど日常にありふれた機材を作品制作に、使い、組織や家庭。 仕事などを取り払った、個人本来の姿を映し出そうとする作品が多い。2001年、ニューヨークで、ポーランド人、ブルキナファソ人とで、アバンギャルド撲滅プロジェクトを立ち上げ、映画、ティファニーで朝食を、で有名な、ニューヨークの五番街を、全身白塗りで歩き、グッチやシャネルのアクセサリーを試着したり、街の中に設けた檻の中で3日間過ごしたり、花束を持ち、 タキシードを着て、ブッシュ大統領に会うためホワイトハウスのインターホンを、オスパフォーマンスなどを行う。2005年、東京の劇団アールナティックシアター入団。2010年、秋田市文化会館大ホールで30インチのテレビを置いて、テレビ映像を流し続ける、愛と感動のプロパガンダという作品を発表。秋田市、アトリオン美術ホールで枝豆一粒だけを展示する。 人間はどこまでアホなのか展開祭。2012年、東京南青山のスパイラルガーデンで、アートフェア出展。出展、秋田伊佐新報、伊藤聖吾秋田県大館市、アートプロジェクトゼロ建て、大館展2010秋田、型紙在住の前衛芸術家、注目を集める秋田経済新聞2012年12月13日。ありがとうございます。